こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。タピスリーナイツ始めていきましょう。バレンタインの残響、この花乙女ピックアップということで、やれるんだったらイベントでもやるか。装備を強化できる。ありがとうございます。朝の占いしてみますか。おはようございます、お兄ちゃん。昨晩はサルサさんをもふりながら眠りました。モノマネ朝食、本に夢中で何を食べたか。今度は一緒に
これなんだ、バレンタインウォーズってガチャですね。そのはないんで、手が強くてクリアできなかったよね。まずハイオクホースを引いていこう。いずれこれクリアしないといけないシーンがどうでしょう。これなんだろう、ひとまずクエスト、分かりにくいけどクエスト挑戦、3回目無理。これがしたじゃなかったっけ。これが意外と難しいっていう。皆さんに幸運を届けます。全然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 叶わなかったんだっけ。そしてきたい。これがやこ、あなたの指揮をすべしものなり。リタイア、リタイア、これ無理です。どうしよう。頑張ります。お掃除もメイドの仕事ですからね。オートじゃない、オートに少し引いてる。もうちょっとサポートをお願いします。ミッションコンプリートです。この報酬無駄にはしないぞ。刺された人、サルサと対決かな。冷静にな。バーを真っ二つにするサルサと対決です。父のような英雄に甘えあげるわ。サルサとか、まずもいいはず。まず、遊んであげるわ。しました。私たちの絆は決して切れん。これで今月の家計簿も安心です。うん、わっ、ピアス出る。結構クリアしてる人多いですね。頑張ります。皆を守る剣になるぞ。我の先は人ならざるもの。臭いです。先生、
さあどんどん崩していく。やっぱり我は君の血を引き締め者。私たちの絆は決して切れん。この報酬無駄にはしない。どうすればいいのかな。カードがあるけど、いじめて差し上げます。ターゲットロック。我は騎士の血を引きし者。我は猫。あなたの指揮をターゲットロック。これ一体これウェーブ2まであるんだ。何をする相手。結構すごいな。とりあえず攻撃していくしかないです。だんだん減ってきた。あなたの指揮をすべしものなり。ようやく主を守るのはメイドとして当然。なかなかしぶとかった。やった楓も役に立てました。何ターンでクリアしたっけ。ここら辺から立てにくくなってくるのかな。皆様、魔力供給お願いいたします。遊んであげるわ。さあ、希望の花を咲かせよう。削りましたね。クリアですね。メイドとして当然。やった、すごく嬉しいです。私に続け。遊んであげるわ。お前に勝ってみせる。エゴを頼む。みんなを守れる魔女。ご奉仕いたします。失礼。でも新曲出ましたよ。ラピュラ使うユニットで。
レッスンの成果を。クリッター4ターン目でクリア。これからも教官の盾になるぞ。この報酬無駄にはしないぞ。4幕をクリアってことか、ね、衣装の差し上げます。ちょっとレベル25へ行きそうです。参りましょうか。たっぷりいじめて差し上げます。ロボットしか残っていない。我が声に応えよ。ミッションコンプリートです。やった、楓も役に立てました。いろいろもらえる。経験値は上がってない。掃除もメイドの仕事ですからね。希望の花を咲かせよう。ハリオ、我が声に応えよう。アルシを守るのはメイドとして当然。この報酬無駄にはしないぞ。経験値稼げないんだ、あるやったら。報酬は稼げるんですけどね。冷静にな。お掃除もメイドの仕事ですからね。緊張してきました。希望の花を咲かせよう。
あげるわ。ダメか。サーベルもないですね。そうですね。なんか条件がないと25に行けないのかも。皆様、魔力供給お願いいたします。ターゲットロック。キャラお願いします。お兄ちゃん、ミッションコンプリートです。そうですね、多分これだと経験値稼げないよね。お掃除もメイドの仕事ですからね。絶対に勝ってみせる。なんか死んでるんだけど。さあ、連続始まらない。祝杯をあげましょう。一応もらっておいてあげるわ。準備はいい？ガチャをやらないとないい加減。父のような英雄にサポートしなさい。みんなを守れるガチャ。無駄にはしないぞ。あ、レベル25に上がった。また上限レベルがアップ。転生コストはアップ。サポカワクが5になった。なんだこれ。あ、可愛い服を着るのか。交換しないといけません。あ、可愛い服を着るのか。あ、可愛い服を着るのか。可愛い服を着るのか。ちょっとなんかバランスが悪いね。これはいいな。可愛い服を。これはやばい。
これ違う。可愛い服を着るのか。やばい、これは。可愛い服を着るのか。可愛い服を着るのか。これいいと思うんで、これにしましょう。ということで、服を着らないのを見よ。遅れないでよ。配達感ありますね。あんたたちを守ってあげる。強いですね、相手が。みんなを守れるバトルは。ちょっと2体残り1体。邪魔よ。なんか守りが硬い。5ターン目でクリアです。当然の結果ね。これで今月の家計簿も安心です。上限になっちゃうのかな。もともとはあるはいいですよ。キラーハートたちはすぐ素手でやらなきゃいけないから。お礼を言ってあげるわ、先生。一応もらっておいてあげるわ。いろいろありますね。とりあえず素材クエストやってみましょう。任せてください。この点によってはカードの最大レベルが上がるんで、強化してもいいかな。あんたたちを守ってあげる。右側が高さ強いね。邪魔をくずき押し。希望の花を咲かせよう。よっ、OK、レッスンの生徒を。みんなを守れるバトルは。あんまりそう、ケンケンは。
当然の結果ね。一応もらっておいてあげるわ。ああ、先生レベル30じゃないと解放されないんだね。守る剣になるぞ。エレンお願いします。先生邪魔よ。ご奉仕いたします。一気に決めましょう。一気に削った。これが私の騎士道だ。難しいんで、一緒みたいなもんですね。できない。終わり。花におはようを言うと育ちが良くなるんですよ。我が心を満たす報酬。いろいろあります。ありがとう。再生レベルは26へ。ありがとう。再生レベルも上げてますね。順調に。なんか一人来た。4人目です。ありがとうございます。ちょっとフレンダー何人ですか。
そっか、ロゼッタの UR か、これ。あと UR は何があるのか。なんか交換できますね、この。落としていきましょう。あとガチャは召喚か。2回、ピック召喚できますが、これ何？これが溜まったらもっと UR の人と変えられるんだろうな。これなんだろう。あ、行きましょう。この花を問いピックアップ召喚。よく来たな。と行こうか。めっちゃなんか暗いみたい。さあさあ、新規はこう3つだけってことかな。できるよね。先生のそばにいると成長を実感できます。かなりアップできます。UR を優先してアップするか。おはよう。昨日はよく眠れたか。ありがとう。このまま先に行かないとクリアできないんだな。すがすがしい朝だな、教官。すがすがしい朝だな、剣を持ちながら。すがすがしい朝だな、ちょっと怖い。今度も教官行きますね。昨夜はベッドから落ちたラビーを元に戻した。ここで強化するんだ。26。教官のおかげで夢に近づけたぞ。なんだ
かこのカードストーリーっていうのがカードケースになりますね。行ってみましょう。伊吹翼。そんなに慌てるな。まったく、お前は甘えん坊だな。仕方ない、今日だけだぞ。教官、いつからそこに。私はただ小鳥に餌をあげていただけだ。数日前にここでこの子を見つけてな、翼を怪我して飛べなくなっていたようだから世話してやっているんだ。騎士は傷ついたものを決して放っておけないからな。この餌も私が作った。見よう見まねだったが気に入ってくれたようだ。これも私が作った自信作だぞ。魔法がかけられていて、見た目以上に中は広くて快適だ。これも、その、私が作った。私がレッスンでいない間、寂しがらないようにと。仕方ないだろ、この子は小さくてふわふわで、ぬいぐるみみたいで可愛いし。それより、教官にお願いがある。時々でいいから、この子の世話を手伝ってほしいんだ。見ろ教官、この子、私の肩に乗ってくれて。もしかしたら私を母親だと思っているのかもしれないな。だとすると、父親は教官で。今の発言は忘れてくれ。私としたことが恥ずかしいことを言ってしまった。それよりこの子の話をしよう。教官のおかげもあってこの子もだいぶ元気になった。だがまだ飛ぶことができない。多分怖がっているんだと思う。私としては何とか助けてやりたい。思う存分空で羽ばたかせてやりたいんだ。教官のそばにいたせいかそう思うようになった。それこそ飛べないこの子のように魔女として鳴かず飛ばずだった私たちを教官は助けてくれたからな。私も教官が召喚される前は舞台に立つのが怖い日もあったんだ。私は戦いが得意だが歌の方も苦手だ。必死に歌ったのにほとんど声援をもらえないことも少なくはなかった。そのことが忘れられなくて尻込みしてしまう日もあったんだ。だが今はもう違う。そう思えるようになったのは教官のおかげなんだぞ。あなたの期待に少しでも応えたくて私は。あ、やった今飛んだ。この子飛べたぞ教官。I can fly。 私に負けていられないと思ったのかもな。何にせよこれならこの子を空に返せて。嬉しくてつい教官に抱きついてしまっていた。ああ、だが泣いたりはしないぞ。私の夢は祖国で立派な騎士になること。騎士に涙は不要だ。私が目標とする強い魔女にとってもな。ただなあ教官、この子がいなくなっても時々こうして二人きりで会ってくれないか。教官と一緒にいると心が安らぐ。やばすぎなの。教官と話をしていると舞台に立つ不安がなくなる。だからこれからもそばにいてほしい。あなたがいてくれればこの子のように羽ばたける気がするんだ。魔女としてもっと大きな舞台に、そして立派な騎士になるという夢に向かって。だっていつだって教官は私に翼をくれるのだから。もうカードケースはできない。いいですね。モノマネしてあげる。ごきげんよう先生様。対価5000、まあ十分ですね。お金は感謝してあげるわ。
れたかしら。別にそんなことないわよ。昨日のオルケストラも大成功だったんだから。たださっき急に波が足元まで来て、驚いた拍子に転んで服が泥だらけに。あの服お気に入りだったのに。ん？何よそんなにじっとこっちを見て。もしかして私を気遣ってるの？ふん、心配無用よ。あの服はアルファが洗ってくれてる。魔法を使えば泥も落ちるし、私はそれまでくつろいでるわ。海を眺めて波の音を聞きながら穏やかに読書。これこそ貴族の休日でしょ。今日泊まるコテージにはバルコニーもあったしね。私の家の別荘ほど立派じゃないけど。ええ、昔はサルサやアルファとよく遊びに行ってたわ。父様以外の男の人とこんな風に海を見ながら喋るのは初めてで。それはそうと、あんたも何か本を読む？ここで読もうと思って何冊か持ってきてるの。うわ、勝手に本を手に取らないでよね。どれでも読んでいいわけじゃ。別にいいでしょ、中身が。漫画でもアルファが貸してくれたんだけど、そのままじゃ恥ずかしいからカバーを。微笑ましそうにしないでよね、このクズ、クズ教師。私はバルコニーでくつろいでくるわ。あんたは立ち入り禁止よ。絶対来ちゃダメなんだから。何よ、いつまでもコテージに来ないと思ったらこんなところで寝てるなんて。もしかして私が立ち入り禁止って言ったから？バルコニーに入っちゃダメって意味だったのに。それか男嫌いの私を気遣ってくれたとか。先生ならありえるかも。だって先生は。あ、目が覚めたのね。気のせいでしょ、私は特に何もしてないもん。あ、それと、あんたがさっき心配してた服だけど、この通り乾いたわ。別の服着替えた。当然でしょ、アルファが洗ってくれたんだから。洗ってきたけど汚れは一つも残ってなくて。あ、もしかして今の綺麗だって、この服が私に似合ってるって意味じゃ。このセクハラ教師、不死だらなこと言わないでよね。それよりコテージに帰りましょう。あんまり長くいると潮風に当てられちゃうわ。それとバルコニーにも入っていいわよ。勘違いしないでよね、昼間一人でいるのが退屈だっただけ。帰るのは明日の夕方だし、誰かとゆっくりするのも悪くないって思ったの。そうや、普通の男じゃ怖いけど先生は優しいから平気。魔女漫画に出てくる男女みたいに仲良く振る舞うのは難しいかもしれないけど、せっかくだからコテージに帰る前に少し海岸を散歩しましょう。今度は転ばないように気をつけるけど、万が一のことがないようにちゃんとエスコートしてよね、先生。円って何だったっけ？これが増えるとゲットできるってことかな。キラキラーエンジェルハッピー、キラキラーエンジェルハッピー。全部売ったらいくらになるかな。これくらい当然ね。
今週は練習レベルが上がった。少しずつレンが増えてきましたね。それで5人か。はい、ということで、ここまでですね。はい、よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄に書かれているプレイリスト、ブログ、ツイッターご視聴ね、ぜひお願いします。ツイッターの方もお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。